いいよ。26年後の私へ。お元気ですか？今の私は元気です。今はお母さんはプレカットの仕事をしているから、今は家に一人でいる時間が多いです。お母さんに質問です。なぜ離れんねん、はい、仕事してる時はどんな気持ちで働いてますか？仕事してる時、めんどくさーとか、正直思う時もあります。でも好きなんだな、仕事が。仕事が好きなの。この交差点で私のお母さんの運命が決まりました。お母さんが1時間ぐらい帰ってこなくて津波に流されたと思っていたら、お家や食料をたくさん買って帰ってきてくれました。校庭に一人でいた時は、本当に迎えに来るかどうか心配だった。忘れられたと思った。いや、見捨てられたと思った。見捨てられた。そうだよね、引き取りだからね、自分で帰ることもできないしね。今度おしまいだっちゃう。こうやって毎日働いています。じいじに質問です。震災の時、なんで瞬時に動けたの？瞬時に動いたか、なんでしょう、家族を守んなくないっていうのと、自分も間もなくないし、そんなことを考えて食料を調達しようとしたり考えましたね。なんで震災の時すぐ水を汲もうとしたり、すぐ片付けとかできたんですか？前の人の言ったこと、明治の人の言ったこととか、それからばあばが経験したね、宮城沖地震とか地理津波とかっていうのが基本になってて、それでそれがまず大事っていうかね、だからミューに地震の後にこの経験は、この震災のね経験はすごい大事だから、全部あんた覚えてて、あんたの下の子供とか孫とかに教えなきゃないんだよって、よく見てなさいよって言ったじゃない。あんたたちが私の後ろの世代の人にそれを伝えていくっていうのがね、あんたたちの使命よ。はい、私はいつもこの道路を通って学校に行ってます。友達が来たのでちょっと走ります。戻ってこいっか。待って。イエーイ。あら。イエーイ。お客さん行っちゃった。ゆっこ。おはよう。おはよう。おはよう、りょうた。これ保存するわけじゃないでしょ。保存するよ。何なってる？でもビデオテスラで送りはないでしょ。わかんない。将来の私に恩返しされるとしたら何をされたいですか？恩返しはしてもらわなくてもいいです。どういう意味やねん。はい、人の役に立つ人になってください。はい、あ、みゆちゃんがいてくれてよかったなとか、あ、みゆちゃんだからできるんだなとか、今回のバーバみたいにすぐにいろんなことが思いついてみんなが困らないようにしてくれたよね、それはやっぱり頼りがいのあるバーバがいたからだよね、そういう人になってください。はい、忘れ物はしないように。箸持ったの。上口はダイソーいいですって言われないように。はい、はい、ありがとうございました。